仏教で説く画集と報酬について教えてください。これはかなり高度な質問なので、一応ここで報酬、それから画集、これはですね、法務画まず画集というのはですね、ここの文脈でいう学習っていうのは、報酬とどう違うかっていうと、画っていうのは私、自分というものですね。これ自分への囚われということです。自分への囚われっていうのは、仏教的に言うと画、自分というのがあるということです。自分というものがある。そういう囚われだと。これは本当はない。すなわち無我っていうのが仏教の教えです。私っていうものは本当はない。それに対して私があるっていう錯覚をしてる、これは無知で、無知であって、で結局錯覚って天道って言うんです。ですからこの画集っていうのは、それは錯覚の一つという自分への囚われです。一方ですね、この報酬っていうのは何か、何に対する囚われだ。この法というのもですね、教えっていう意味だと思ったらこれは大間違い。教えという意味だと捉えると本当に大きな間違い。この法というのはですね、教えという意味が一つあります。しかし多義語でもう一つは事物、あらゆる事物、あらゆる認識の対象のことを言います。認識や、まあ簡単に言うと思考の対象ですね。あらゆる思考の対象、つまりその私だけじゃなくて彼、彼だけじゃなくてこの宇宙、その前のその地球とか、あらゆる認識の対象、あらゆる事物のことをですね、法という言葉、ダルマっていうのがサンスクリット語です。このダルマっていうことには、言葉には教えと事物という2つの意味があって、この2番目の事物というものに対する囚われっていうものです。で、事物に対する囚われってどういうことかというと、その人間の思考の対象になっているもの、それを事物というんですが、その事物が実際に存在すると仏教は考えないわけです。特に大乗仏教に関しては、人間の思考の対象は全て実体がない空であるということです。全ては空である、あらゆるものは空だと。法は無がない、ないしは法は空である、あらゆる法は空である、一切皆空という、そういった教えなんですね。で、だからこうやってみると、私がないっていうのは全く分かんないと。私はここにいるじゃないか。しかし少し勉強する方は、そう、私は仏教として無我の教えはね、学んできたから、私に実体がない、自分に実体がないと、私私と考えると人間はおかしくなると。でも私ってのは老いや死んで消えていくもんだと、だから私には実体がないと、幻のようなものだと考える、この画集、私にとらわれちゃいけない、それは分かると。しかし報酬っていうのは分からないと。あらゆる事物、これに実体がない、それは行き過ぎじゃないか、何言ってるのか分かんない、気違いの教えだと、そういうふうになったんです。しかしさらに進化した仏教と大乗仏教ですね、有名なナーガルジュナ、リュージュという、そういった仏教指導者が現れました。彼が一切は空であると、一切に実体がないと、だから一切にとらわれるべきでないと、あらゆる事物にとらわれてはいけないんだと。だからこそ、その私だけじゃなくてあらゆる存在にとらわれることを、これを報酬といって、この報酬ということによって報酬を否定してるわけですね。そういったことです。まあこうして報酬と画集の違いっていうのは、報酬の方が画集よりも範囲が広い、要するに私というものだけにとらわれてはいけないだけじゃなくて、それを包んだ全ての存在、これに実体はないのだからとらわれてはいけない、そういう視点であります。で、にもかかわらず私にとらわれることを画集、にもかかわらずあらゆる事物にとらわれることを報酬というわけです。で、ポイントはですね、この報酬と画集は仏教の中で、要するに議論があったわけです。ある宗派はですね、説一切有無と言いますけど、画集っていうのは認めたけど報酬っていうのは認めませんでした。法っていうのは実際にあるので、それにとらわれてもいいんだ、とらわれてもいいんだっていうか、それに実体があると考えるのでいいのだという。
一方それを激しく批判したのはその龍樹っていうね中華派の思想なんですが、私という観念だけじゃなく、あらゆる事物、これは人間の思考の捉え、あらゆる事物は実在しない実体のないものなんだと、一切が幻のものなんだと、よって自分だけにとらわれてないっていうんじゃダメ、全てのものにとらわれないことが重要だって、 この龍樹の完成した一切皆空の空の思想によってあらゆるものから自由になれる悟りの境地の道が開かれたと、まあ空の思想の完成と言われています。それが画集にとどまらない報酬という非常に広い、まあ、無我空の思想って言うんですね。ちょっと難しい質問でしたが、まあともかく一応仏教の教義の歴史ですね、それに従ってお答えしておきたいと思います。